サブチャンネルということで、第何弾になるのかな、僕のね、好きな数字を語るっていうのをちょっと毎回やらせてもらおうかなと思います。過去のシリーズあるんで概要欄からぜひ見てください。本日語りたい数字はね、3355336でございます。いやー、ついに来たね、この時代が。もうね、多分8桁で一番好きかな、3355336が。そうね、8桁だと一番好きな数字だと思いますが、なんとこれがついにね、クイズノックのサムネになる日が来ました。これは嬉しいことだね。あのメインチャンネルでね、そのサムネになってる動画あるんで、まあよかったらそっち見てからがいいのかな。いや、でもわかんない、こっち見てからの方がわかりやすいかもしれません。まあでも、あのあっちの動画で何をやってたのかっていうのの解説も含めて、語っていこうと思います。今回のテーマは完全数です。完全数と呼ばれる数字がまあいくつかあるんですが、その中の一つが3355336でございますということで、完全数の解説していきます。では完全数について語っていきます。完全数を理解するためには、約数について思い出す必要があります。約数っていうのは、その数で割り切れる数字のことですね。じゃあ8の約数を全て答えてください。わかりますでしょうか。8っていうのは1で割り切れますと。さらに、2で割り切れます。だから2は8の約数ですね。で、3は割り切れないので約数ではない。そして4は約数です。そして、8が約数というふうに、8の約数は4つですね。まあ、正確に言うと正の約数ですけども、約数は4つでございます。で、これを全部足し算するっていうことを考えます。で、今回はね、ちょっとこの8自身はあのカウントしないでください。で、それ以外の1と2と4を全部足すといくつになりますか。こちらは、7になりますね。これが重要なんですね。約数を足すっていうのが今回のポイントです。じゃあ次、12の約数を全て考えましょう。まず1は絶対割り切れます。で、2も割り切れます。で、3でも割り切れます。で、4でも割り切れます。で、これ、実は次5で割り切れるかどうかを考える必要はありません。っていうのはどういうテクニックかっていうと、ちょっと余談なんだけど、これはですね、この 3×4 が12になってるでしょ。こういうふうに約数っていうのは必ずこう相棒がいます。ここにね、仮に、4より大きい数字があるとしたら、その相棒が必ずこのこっち側にあるはずなんだよね。なぜなら約数っていうのは割った時の答えが整数であるはずだから、それで割った時のも整数にならず、そのどっちも約数になってるはずなんだよね。12を3で割ったら4だし、12を4で割ったら3っていうふうに必ずどっちでも割り切れるはずなんで、あのペアが必ずいるはずなんですね。8の方も2と4を掛け算すると8だし、1と8を掛け算すると8だしっていうふうに必ずペアがありますので、12の約数は、3と4がペアっていうのがもう分かったから、次4より大きい数字は必ず2か1とペアになってるはずです。ということで、12割る2をしたらよくって6、その次は12だなっていうのがすぐに分かります。だから7割って割れるかな、8で割れるかなっていうのは実は考えなくていいですね。はい。で、12以外を全部足してください。1たす2たす3で、4足して6足してということで、これは16になりますね。はい。もう一個やっときましょう。では16の約数を考えてみてください。16の約数、まず1で割り切れます。で、2でも割り切れます。3で割り切れません。で、次4で割り切れます。で、ここでポイントなの、これは、4の相方が4ね、今回は。まあ、そういうこともあります。4の相方が4なんで、その次もし4より大きい約数があるとすれば、それは絶対4より小さい数字とペアになっているはずですので、これは2のペアと、1のペアがあるはずで、2のペアっていうのが、8合ってるね。はい。で、1のペアが16です。では16以外を足し算してみましょう。1248全部足すとこれで15というふうな数字になっております。はい。これが、準備です。で、何を考えるかっていうと、8は7になるんだよね。だからちょっとちっちゃい数字になりました。12は16になりました。大きい数字になりました。16は15になりました。ちっちゃい数字になりました。ここの大小が大事で、12のようにやる、この操作をすると16という12より大きい数字になるような数字のことを過剰数と呼びます。12は過剰数です。そして、8とか16っていうのは7とか15みたいにちっちゃい数字なんだよね。元の数字よりちっちゃい数字になった、こういうのを不足数と言います。まあ、そういうふうな感じで、数字っていうのは、過剰数かな、もしくは不足数かなっていうふうに、考えられるということですね。ちなみに余談もう一回やっていいですか。余談なんだけど、8が7になったよね。
で16が、15になったんだけど、こういうふうに、まあ、2のべき乗という2を2倍にした数、その2倍にした数、その2倍にした数、つまり2とか4、その2倍の8、その2倍の16、その2倍の32っていうのは、必ず1小さくなるっていうのが知られてます。2をやると1になって、4は1たす2だから3になるっていうふうに、1小さい数字に必ずなるという、まあ、ことが知られてます。で、まあ、これそんなに証明も簡単なんで、まあ、興味ある人やってみてください。まあ、こういう風な性質が知られていて、つまり2のべき乗って言われますけど、この数字2のべき乗って言いますが、2のべき乗の数字は、まあ、必ず不足数になると。それも1小さい不足数になるってことが知られています。っていうのはまあ余談で。はい、こっからですよ。つまり、これを聞いてね、あ、なるほどね。数字っていうのは、大きくなる過剰数、もしくは小さくなる不足数、このどっちかしかないんですね。って思うでしょ？まあ、思わないかな。思わないかな。いやいやいや、ここが大事よ。ここで不足数でも過剰数でもないものというのが存在しているという話ですね。それが、例えば28。28の約数は、1ですね。それから2。で、3は割り切れなくて4。で、次、5、6は割り切れなくて7です。したら、ここで4と7が、掛け算すると28だからペアになっているというのがわかるから、あとは、楽々で、2で割ると14。それから1で割って28と。28の約数はこの6つだということがわかります。で、28を除いて足し算してください。できた？ 1 たす2で3、 3たす4で7、 7たす7で14、 14たす14で28ということで、これちょうど28になるんですね。これよ、この不足数でも過剰数でもないこのような数字のことを完全数と呼ぶわけでございます。いやー、気持ちいいね。完全数すごいでしょもう一回やってみましょう。簡単なバージョンでね、6という数字を考えて、6の約数考えてください。はい、1、2、3、6でございます。で、6を括弧に入れると、1たす2たす3を計算すると、6ということで、元の数字になりました。つまり、このこっち側の数字とね、こっち側の数字が一致しますと。こういうような数字を完全数と呼ぶわけです。概要欄にあるメインチャンネルの方の、動画だと、自身を除く約数の和が元の数に等しいみたいなことを言ってると思います。自身の数っていうのはこれね。自身を除く約数。つまりこれね。約数の中でも自身を除いた約数の和、足し算が元の数になるような数字のことを完全数と呼ぶわけでございます。で、いや、これがね、まあすごいのよ。めちゃめちゃすごい。何がすごいってね、珍しいの。このね、基本的にほとんどの数字は過剰数か不足数どっちかになる。で、なんと1から9までの1桁の数字のうち、完全数は6だけでございます。で、2桁の数字で完全数なのは28だけで、3桁で完全数が496だけで、さらに4桁で完全数が8128だけっていう、これすごくない？その、いや、これたまたまなんだけど、各桁に1個しかないわけ。これはすごいでしょ。相当珍しいってことで、もう4桁の数字何でもいい、とにかく探しまくっていいよって言われても完全数が1個しか見つかんないわけ。だからもう、あれよ、世代で1人しかいない人材よ、要は。もうめちゃめちゃ珍しい、もう完全な数字は、各世代1人しかいない、たまたまだけど。で、どれくらいたまたまかっていうと、なんと5桁がいません。5桁の完全数、いません。で、6桁もいなくて、7桁もいなくて、8桁でやっと3355万飛んで、336という数字があるわけですね。で、まあ、これが、まあ、あと無限に続いて、てか無限にあるかどうか見つかっては、まあ、分かってないんだけど、まあ、まだまだ続いていきますよということで、これめちゃめちゃ珍しい数字。だから1億以内に5個しかないの、完全数は。っていう激レアな性質が完全数でございます。ってことでね、その僕はその中でもね、3128以降全然見つかんないから、あ、もう完全数なんてないのかなって思った頃に現れるこの8桁の数字が、まあ、大好きということでございます。で、これがまあ完全数の定義なんだけど、ここからメインチャンネルで何をやってたかっていう話になるんですが、ちょっとこのさっきの余談のをそのまま使います。この真ん中を1回消して、左側が2のべき乗って言われる数字です。ちょっと2の n 乗って書きます。で、右側のような数字をメルセンヌ数って言います。右側のような数字っていうのは何、2のべき乗っていうのが2倍、2倍、2倍にした数字のことで、メルセンヌ数っていうのは何かっていうと、これから1引いたような数字のことね。
を、メルセヌ数って言います。だから15はメルセヌ数だとか31はメルセヌ数だっていうような言い方をします。でその中でもこのメルセヌ数の中でも素数のもの、例えば、1は素数じゃないけど3は素数だよねとか7とか素数ですね、15は素数じゃないけど31は素数、こういうものはメルセヌ素数と呼ばれます。3とか7はメルセヌ素数であるというふうに言います。でメルセヌ素数だった場合はこのねそのメルセヌ素数とその左上をここを掛け算すると必ず完全数になるという性質があります。だから 2×3 は6でしょ、これ完全数で、7と4を掛け算するとそう28になるんです。必ず完全数になる、すごくない。で15は、3×5 だから素数じゃないけど31と16を掛けるとこれが496なんです。だから素数です。で、さらに128と64、127と64ね、これを掛け算すると、8128になって、これも完全数になっていると。なので、これをずっと続きをやっていけば、このまま続きをやっていけば、どっかで完全数を自力で編み出すことができるよっていうので、みんな計算をしてたわけですね。で、結果的には、4096の次が8192。で、8191になるね。で、ここが、掛け算すると3355336になって、第5の完全数ということになっております。ちなみにさらに余談なんだけど、これ何番目のメルセヌ数かっていうのが、考えてもらうと、ここ 1個目があって、これ2個目だよね、これ3個目だよね、これが4個目で5個目、6個目、7個目というふうに気づきましたかね。これ素数番目だよね、素数番目なんですね。これはこの数字がメルセヌ素数であれば、この数字が必ず素数であるという性質があります。なので、これを、例えば、次、8とか9は実は試さなくていいの。8とか9は、8とか9自身が素数じゃないから、この数字も絶対に素数ではありません。というのが分かっている。だから、試さなきゃいけないのは、11と、これが13番目なんだけど、11と13だけ実は試せばよくって、で、11はね、ここは残念ながらメルセヌ数じゃない数字になります。これは2047っていう数字になるんだけど、2047は こっち素数だからといって絶対素数なわけじゃないから、これは素数じゃないんだけど、こっちが素数だったらこっちが素数っていうのは絶対、こっちが素数だったらこっちが素数っていうのは例外ありで、その例外っていうのはここです。なんだけど、まあ、今はここが素数になるものを探したいんだから、じゃあこれが素数のものだけを探せばよくって、でこれの次これを試してこれを試したら、まあ、すぐに答えにはたどり着けたというふうな、まあ、原理になってます。まあ彼らは多分それを知らなかったから、まあ、一個ずつやったんじゃないかなっていう気もするけど、まあ、実はそういう性質があるという話でした。で、さらに面白い話が、余談なんだけど、いや、これ、もうめちゃ面白いよ。ここが素数だったら、ここが絶対に完全数になるって言ったよね。うん。で、さらに、今、ここに書いたやつがさ、全部このパターンになってない？ここが素数だったら、必ず完全数になります。だけじゃなくて、完全数は必ずこの形で表せるんじゃないかっていう話になるわけですね。で、これがなんと、偶数の完全数は必ずこの形で表せます。いや、ここ、ちょっと、めちゃ面白いポイント、俺的にはめちゃ面白いポイントなんだけど、数学の面白いところで、ここの完全数が、もし偶数の完全数であれば、絶対にこの2のべき乗とメルセヌ素数の掛け算で絶対表せるというふうな性質があります。じゃあ、偶数の完全数は絶対この形で、奇数の完全数はこれで表せないんだね。なんだけど、なんと、奇数の完全数見つかっておりません。見つかってないんです。でここいっぱい見つかってるんだけど、完全数が。奇数の完全数っていうのは見つかってない。じゃあないの？って言うと、そのないってことも証明されてないんだよ、まだ。だから、奇数の完全数はあるかもしれなくて、あるかもしれないんだけど、今のところ見つかってない。めちゃめちゃ大きい数字まで調べられて、一個も見つかってないから、ないような気はするんだけど、絶対にないねとは言えてなくて、何桁まで調べられてるんだったっけな、10の50乗だっけな、すっごい大きい数字まで、ここまでにはないっていうのは分かってるんだけど、でもその先にもしかしたら奇数の関連数あるかもしれない。だから今のところは、偶数の関連数しか見つかってないから、偶数の関連数であれば絶対この形である、2のべき乗かけるメルセヌ素数であるっていうのは、それはもう証明されてるから、だから今見つかってるのは全部これなの、偶数しか見つかってないから。でも全部の完全数がこの形で表せるかどうかっていうのはまだ分かってないんだね。奇数の完全数ではないってことを言えてないからっていう、このね、ない
一個も見つかんないんだけど、ないかどうかわかんないまま住んでるんですね。いろんな証明で、偶数の関連数だと絶対こうなんだけどな、みたいな研究をめっちゃされてるんだけど、奇数の関連数があるかどうかわかってないというね。そういう話でした。もう一個余談言って、もう一個も余談言ってよければ、この、もう本当の余談ね。12、この12の約数数えてみてください。1、2、3、4、6、12、全部で6つありますね。約数の個数、6つですね。で、約数全部出してください。今回はその、これを12を足さないっていうのもやめて、全部出してください。すると、まあ、ここまで16だったんだから、それに12足せばよくて、28になりますよね。いい。約数の数が6。和が28です。数が6。和が28。わかる ?6 といえば、そう、みんな大好き完全数ですよ。で、28もみんな大好き完全数ですよ。つまり12っていう数字っていうのは、個数も完全数だし、足し算した数も完全数になってるわけ。約数の個数も完全数、和も完全数っていう、ものすごい性質があって、これサブライム数という名前がついてます。サブライムっていうのは、英語で荘厳なとか崇高なとか、そういう、意味の言葉で、まあ、たまに受験でも出るんで覚えてください。で、サブライム数、12はサブライム数なんだけど、このサブライム数っていうのがめちゃめちゃ強くて、なんと2個しか見つかってない。このたくさんある数字の中から2個しか見つかってなくて、1個が12でしょ。もう1個がこちらです。ちょっと編集で出してください。出せるかな。出せなかった、出てなかったら出せないってことですね。80桁ぐらいの数字です。12の次に出てくるサブライム数はなんと80桁ぐらいの数字ですっていうぐらいスーパー珍しい。だから実はね、サブライム数の方がよっぽど珍しいよ。この12っていうのはもう最強の数字。珍しさで言ったら。その、110、だから多分1無量対数以下の数字の中で12しかないことになるね。無量対数って60何桁とかだから。っていう、このサブライム数っていう数字があるんだよっていうのがさらに余談でした。この80桁ぐらいの数字は、約数の個数が確か3355336個あって、みたいな。で、約数の和は、確かにこれがね、127番目の、2の127乗みたいなあたりの個数の、数字になるみたいな、もうめちゃくちゃな数字になるっていうのが、そのサブライム数ってやつで、まあ、面白いなって話です。もう一個だけ、もう一個だけ余談いいですか?もう一個余談いいですか?藤本秀夫さんという方が、日本の歴史上初めて完全試合を達成したんですよ。完全試合っていうのは、一人も走者を出さない。だからもうヒットも打たせないし、フォアボールとかもないっていう試合を、もう初めてやったのが、1950年の6月28日って、これすごくない?完全試合を達成したのが、6月28日っていう、これ完全数のだけでできてる数字っていうね。それだけでもうめちゃめちゃ奇跡じゃない?で、さらに、まあ、これは奇跡じゃないんだけど、まあ、面白話なんだけど、完全数、英語だと、完全は英語で、perfect。そう。perfect number っていうふうに言うんですけど、フランス語だと、フランス語で完璧なんていうかわかりますか?正解はパフェでございます。食べ物のパフェね。あれは完璧っていう意味で名付けられています。で、だから、ノンブルパフェかな?っていうのかな?ノンブルっていう、これめっちゃ余談ね。ノンブルっていうのは、ページの、本のページのこの端っこに書いてある数字のことを日本語で、その用語で、ノンブルっていうふうに言うんだけど、ノンブルっていうのはフランス語で数字っていう意味です。なんで、完全数っていうのは、ノンブルパフェっていうふうに言うんですが、で、ちょっと戻して、要は、パフェっていうのはフランス語で完璧、完全っていう意味の、お菓子ですと。で、パフェの日っていうのが制定されてるんだけど、これが6月28日なんだね。うん、これおしゃれでしょ。で、これが、じゃあ、完全数だから、6月28日なんですかっていうと、実はそうではなくって、これはね、完全試合が初めて撮影されたのが、6月28日だからという理由で、パフェの日になってるんです。そんなことあるって思ったんだけど、絶対完全数に名付けろよって思ったんだけど、まあまあそうみたいですね。だから、完全数を達成したのが6月28日という奇跡があったがゆえに、パフェの日も、6月28日という完全数の日になってるんだけど、まあそれ関係なくて、完全試合が達成されたことにちなんで、パフェの日が、6月28日になっているという、お話でした。もう超余談だった。ということで、分かっていただけましたでしょうか。なんで、
僕28っていう数字すごい好きで、あの東海オンエアさんのコラボでね、あの走ってる時とかに着てるユニフォームの背番号28になってるんだけど、これは僕がね28が一番好きなんで、一番好きかな。2桁はねちょっとねいい数字いっぱいあるから一番好きとはちょっと一概に言いづらいけど、まあまあ28もかなり綺麗な数字ということで僕好きなので、あの28を背負っています。っていう風な、もう一個余談最後にしちゃった、ということもあり、まあ、今回は、完全数について、解説させていただきました。今の話がね、踏まえた上で、メインチャンネルの方のねサムネに3355万336が書かれてるあの動画を見てもらうと、中でやってたのが、あ、こんな大変な計算をねこれをやってたんだっていうのはね、わかるかなと思いますので、ぜひぜひ見返してみてください。ということで、チャンネル登録、高評価などなどよろしくお願いします。それでは、さよなら。